まずはありのままの自分を自分自身が認めてやることだった。そうしさえすれば誰にも嘘をつくことはなかった。お前にも俺自身にも嘘に信頼はなく、背中を預ける仲間はできる。そして嘘は本当の自分すら見えなくさせる。